どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク夏祭り派遣ガシャというわけで、登場しています。早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。水着が第2弾で終わって、まあもう来ねえかなとか思ってたんですけど、まさかの夏祭り始まりましたね。で、まずアキラからですね。イラスト素晴らしいですね。ごとつした時情報確率アップ 25% からのレア 25% からの、成功率 10% で、また新情報かな、アップからの時短10分。レア獲得率アップ 25% 嬉しいけど、時短が欲しかったね。新情報、時短がもうちょい欲しかった感じですかね。逃走ステータス的にはこんな感じです。いや、いいんじゃない？あ、冷凍2つ持ってんのと射程と、まあ、防御は、ってか、別に防御はそんなお礼必要ないかなと思うけど。ねえな感じですね。素手ですね、こいつ。んで、次。はい、ひなみ。これさ、ひなみ、めっちゃ欲しいんやけど、これ。輪郭広角ですね。時短、ごとつした時に時短カット20分、レア獲得率アップ10分、成功率 10% からの 20% 新情報ですね。で、占領ポイントが 1.8 倍。これひなみ引けるまで引きたいんだけど、まあ、最近俺派遣ほんと運ねえから、この前の誰だっけ、ひなみだっけこの前の時もひなみだっけ、すーげえ石使ったもんな。ということでですね、逃走ステータスはこんな感じですね。クリティカルアップ B が2つついてるの、多分こいつ初めてだと思うんだよな。で、ごとつした時に移動レートプラス1アップして、HP アップして、頻度が1アップすると。まあ、クリティカルって基本運ゲーなんですけど、発動したらかなり、強いぞということでね。攻撃力も921か。めっちゃ強いじゃん。いいっすね、こいつ。いや、マジ、ひなみ、いや、欲しいな。で、祭りですね。まあ唯一の男枠祭りっていう金木とか綾人とか来てもよかったんじゃない。綾人とかって季節物のやつ結構かっこいいよね。で、成功率アップ 25% からのごとつした時ですね、情報アップ 20% からのレア獲得率アップが 30%。 これさ、イラスト見てて思ったけど、鈴の位置がさ、これ完全にキャン玉じゃない。で、1.8 倍のアップに10分カットですね。まあ祭りもいいな。連携はまあいいや、どうでも。じゃあ、ごとつしたときに、これ何？これ新しい陣？これもしかして。配置1、2、3、1.5 倍、コエグレートプラス2。え？強くない？エクソ強くないか？待って、これどういう陣？え？これ新陣だよね、これ。これなんて言うの、これ。新じゃない、これシャチか？あ、クジラか。え、これクジラだよね、僕、漢字読めない病気なんで。クジラ？で、これ、水って読むのかな？の陣。わかんねえけど、またすげえ特殊な陣出してきやがった。なんかわかりにくいんだけど、この陣。右にな、出てんだよね、リーダーが。でもこれ強いよね、普通に。攻撃レートプラス2。とりあえず、ちょっと祭り欲しい感はあるね。防御力 1.、これなんか全然今までさ、攻撃力を 1.75 倍にする代わりに、防御力は上げますよ、上げますよね、下げますよとかさ、あったけど、それに、攻撃力は上がるわ、防御力は上がるわ、攻撃速度レートもプラス2されるわって、こいつバリバリ強くない？こいつめちゃくちゃ強くないというわけで、こいつ狙いで、いきたいと思います。はい。では行きましょう。石足りねえからちょっと補充するかもしれない。まあまた、まあ今回は2回しか回せないから、これあれなんだよね。提供割合的には、そうそう、2回で1体確定っていう、なかなか優しいガシャなんで、今回。今回は1体確保していきたいと思います。まあ、ひなみ、祭り、どっちか欲しいですね。まあ、2回10連引いて、3体全員出てくれるとは思うんだけど、俺の最近の行い的にさ、もうフェスとスペシャルがさ、もう渋すぎて、俺。本当に。まあ、この前、フェス限枠だったら月山が出てくれたけど、まあ、あれでちょっとおーってなるぐらいで。おっと ?1 枚。いや、初手だぞ。大事これ。まあ、ムツキ、なかなか性能いいしね、派遣の。こいつ、時短、何もだったっけ？忘れちゃった。ムツキももう、10体ぐらいは持ってんのかな。1体ごとつしてるような気がする。普通のチケットでも出るしね、ムツキに関しては。ボックスがパンパンなんだよな。
さあ確定枠、紙引きがしたい。なんか最近ガシャでテンション上がらねえわ。なんでだろう、天井があるからかな。もう安心しちゃってるんだよね。おっと、グールってことはこれ確定でひなみなんだがこれ確定でひなみ多層なんだが、まあ俺あれだわ、どっかまた別の動画で祭り引くと思うわ。かわいい、かわいくねなんでこのな、このミニスカチックな浴衣非常にいいと思います。はい、というわけで、あ、手に持ってんのたこ焼きね、なるほど。はい、というわけで今回は派遣、夏祭りガシャでめちゃくちゃ可愛いひなみ多層を引くという、動画でした。まあ、次回の動画ではですね、まあ、祭りを引くまで引いていこうか、引けるまで引いていこうかなと思います。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。